K.C. ーーポール・ホッサムはアメリカ合衆国ニュージャージー州出身のプロ野球選手。独立リーグアトランティックリーグのランカスター、バーン・ストーマーズに所属。デビルレイズ時代1996年にアリゾナダイヤモンドバックスから MLB ドラフト7巡目で指名されたが契約せず、テキサス A&M 大学に進学。1999年にボストン・レッドソックスから サプリメンタルドラフト一巡目で指名され、プロ入り。2001年にレッドソックスでメジャーデビュー。2002年には43試合に登板して、防御率3.46と活躍するが、2003年は、震わず、同年のシーズンオフに、カートシリングとの1対4のトレードで、ブランドン・ライオンらと共にダイヤモンドバックスに移籍。しかし2004年にナショナルリーグ2位の15敗を、喫するなど、 ダイヤモンドバックスでも今一つのピッチングが続き、1年でホセクルーズジュニアとのトレードでタンパベイデビルレーズへ放出される。2005年と2006年は主に先発投手として投げ、2005年には規定投球回もクリアしたが、2006年9月には肩の手術を受けた。2008年にはデトロイトタイガースで中継ぎで31試合に登板。 2009年4月26日2009年にはニューヨークメッツとマイナー契約4月にメジャー昇格を果たしたが3試合に登板しただけで4月26日に高橋健と入れ替わる形で戦力外通告を受けた5月2日にニューヨークヤンキースとマイナー契約を交わしたがメジャー昇格のないまま解雇され7月3日にシカゴカブスとマイナー契約2010年は 阪神タイガースと契約、先発投手としての起用方針を示されたが、オープン戦で結果を出せず、開幕ローテーションから漏れた。2軍での調整を経て4月15日の対、読売ジャイアンツ戦に、当番、6回を投げて3アンダム失点と口頭したが、交番後にチームが逆転され、勝敗はつかなかった。2回目の当番となる4月23日の対、 中日ドラゴンズ戦にでは5回1失点で初勝利。4度目の先発となった5月7日の対、広島東洋カープ戦では4回まで5から0と封じていながら5回に3連打を含む5本の上単打を浴び、4回に3を4失点で降板した。5月15日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦は6回を投げ、岩隈久っに投げ勝って白星を挙げたものの、 続く5月21日の対、オリックス・バファローズ戦では、2回裏に1イニング後、四死球を出し1回に、3を5失点で降板した。脳みあし、岩田実のの、両サーンが故障で離脱している事情もあって起用され、続け、ある程度試合を作るものの、打線の援護に恵まれなかった。交流戦が明けると調子を大きく崩し、7月4日の対巨人戦では2回1。 3で3本塁打を含む9アンダーを浴び7失点。3本塁打を許して3回に、3で降板した6月20日の対、横浜ベイスターズ戦から3戦連続の、先発失敗となり一軍登録を抹消された。その後は、ジェイソン・スタンリッチとランディメッセンジャーらの活躍で、再び一軍に上がれないままシーズンを終え10月4日に、帰国。10月26日に、 阪神タイガースより翌年の契約を結ばないことが発表された。2011年2月9日、ニューヨークメッツとマイナー契約を結んだ。2012年2月1日にボルチモアオリオールズとマイナー契約を結ぶも4月19日に放出された。2015年5月19日に米独立リーグアトランティックリーグのランカスター、バーンストーマーズと契約。 時速 145km 前後の速球と、スライダーカットボールチェンジアップ、2種類のカーブなど、多彩な球種を投げ分ける技巧派の投手。自ら、フォッサムフリップと名付けた、最地43マイルパーアワーの縦に大きく割れるカーブが、最大の武器で、ヤンキース参加のスクラントンウィルクスバリー・ヤンキース時代に、チームメイトだった、井川圭からも評価されている。一方、 請求力の甘さが課題。息子に買ってあげたプロ野球スピリッツ2010において自分の能力が低く設定されていることに不満を持ち、次回作で能力を高くしてもらえるように活躍を誓った。ありがとうございます。